やっぱり本気で上を目指そうという雰囲気をまず持ってきてくれたことが1つそうですし澤木さんが1つずっと言い続けていることをチームを愛するということを1つテーマに掲げてやってきていたんですけど、まあ、その部分も本当みんな今チーム好きだと思いますしラグビーだけじゃなくてそのチームの雰囲気自体も変わってきたなというのは実感としてあります。 いやもう買った時ですね目標達成した時がやっぱ一番一番ですねなぜかっていうとこう多分スポーツの中で一番フィールドに入る人数多いスポーツですしけどコンビネーションとかそういうのがすごく必要なスポーツで。 本当に難しいスポーツだなってやっててつくづく思うんですけどやっぱその難しいことをすごい多い人数の中でやろうとしててそれがやっぱ達成できた時っていうのは、まあ、本当に最高の気持ちになりますしその達成するまでの道のりがめちゃくちゃきついんで。 なんか本当ラグビーって、パーセンテージで言うと99、99%はしんどいことをしてて、ほんま1%がその達成感だったりするんですけど、でもその1%が本当、最高ですね、僕は本当、そのために、その一瞬のために頑張ってるっていうのが一番です